こんにちは、山口健さん、田中美香です。前の動画見てもらったら分かるんやけど、可愛くなる宣言ってのをしたわけ。これ尋常じゃなくて、このケースに尋常じゃない、これ尋常じゃない、これ尋常、一年発起と言っても過言ではない。モチベやばい、モチベやばいんよね。私の性格上、現状維持バイアスが働きすぎちゃう傾向があって、イメチェンとかしないがちないんやけ、3年ぐらいはこの髪の長さ、この髪色、やめてやめてほしい。そこそこの身なりになってれば、服は着れたらいいし、髪色もなんか落ち着いた色でいいし、暗めの程よい色で、アレンジとかも効く長さ、ロングで、いつもの巻き方で、みたいなって思ってた。でも、けどね、いろいろあって最近いろいろあってさ、これ可愛くならないと始まらんな、この物語始まらんなって思って、こんな傷んだ毛先じゃ幸せとキューティクルが逃げちゃうよ。なのでバッサリいっちゃいます。ボルタン星人、ボルタン星人、うわーい、やばい、ちょっと今ハイになってるわ。なんか3年ぶりのことをするわけだからね。3年前はね、ちょっと短かったりとか、インナーカラーとかしてね、ちょっと遊んでたんだけどね。昔遊んでたな。そんな気持ちを忘れてた。もう今ここで立ち上がる時だ。皆さん応援よろしくお願いいたします。鎖骨ぐらいかな、長さ。ほんと切るよ、結構だってすごいよ。色はなんと赤色です。赤色、いやピンクか、ピンク、ビフォー撮っとこう。ってことでイメチェンへ、あーレッツゴー、お願いいたしますお願いします。どうする。いや、あの、イメチェンしようと思ってて、なんか、こういうのできたりしないですか？いいよ毎回私、同じ髪型で同じ色じゃないですか。なんか松尾さんもつまらなそうって思ってました。うわー、わーいいいですよね、ここで。いいよ、いいよ。やってしまった。あ、やった、持って帰る、メイクブラシにしようか。チークのブラシなかった。わー、わー、わー、マジか。ほら見て、ねえ、これもう、わ、やってしまったかな、やっぱり。もともと黒入れとったけ、もうバッツリバーって赤にはならんかったけど、日光に当たるとね、赤っぽいんやけどね。ちょっと美容院の後バタバタして、家帰って、あの、やりましたって、違う、なんかやりましたって、かわいいみたいな時間がなかったけ、ちょっと今から儲けたいと思います。かわいい、どうかな、かわいい。わ、軽っ、体重軽くなったんじゃない、これ。嬉しい、だが見慣れてないけんさ、ちょっと分からんけど、可愛いかな、可愛いかな、え、どうかな、分かんないよね、これ。ロングめっちゃ似合っとったけんさ、自分めっちゃ似合っとったけ、どっちの方が似合うかって言われたらちょっと分からんけど、でもこれはこれで、この短い期間みたいなのもあってもいいのではっていう。髪なんてね、すぐ伸びるし、3年間ロング満喫したんやったらさ、まあこのぐらいの長さ満喫しようよって。似合う服も変わってくるんかな。ちょっと今カジュアルな服着てみたけど、ちょっとセットの仕方がまずわからんけさ。もちろん美容師さんにも巻いてもらえたらめちゃめちゃうまいし、いい感じになるし、それも参考にしつつ、自分のなんか巻き方みたいなのも多分やっていくうちに見えてくると思うけ、この髪を、自分のものにしていこうかなって。最低1週間はかかるよね。うわ、自分の髪の毛になってきたって、なんか美容院行った後、前の方が良かったはなしですから、もう前の方が良かったって言ったら男の子ね、分かっとる、彼女が髪切って前の方が良かった、
絶対ダメ、言ったらダメ、絶対に。だってどうしようもないんだから、切った場合はもうこれどうしようもない、戻せないんです。あ、いいじゃん、可愛いじゃん、似合うね。前のロングもめちゃめちゃ似合っとったけど、え、その長さも似合うね。それでいいんです。ほんで髪の毛が伸びてきたら、あ、やっぱ俺ロングの方が好きかな、今ぐらいめっちゃ好きなんやけどみたいな感じで、そう、現状を褒めてあげる。おう！ってことでこんな感じで、めっちゃ伸びたね、ほら、え、いいんじゃない、よかったねって思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタ、TikTok もやってます。そちらの方もフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。